とりあえず幸せそうな顔してどうしたんですか今日は。あ、美味しそうですね。めちゃめちゃ美味しそうですね。あ、よく噛んで、よく噛んでください、よく噛んでください、味わってください。天秤焼きを、まあまあ、美味しそうだずに今日はですね、はい、花ラジのスパンサーであります、はい、大原前市場さんの店内に来ております。なんと天秤焼きをね、もう今日の営業を終了してしまったんですがありがたくいただきまして放送しております。美味しそうですね。やっぱりここ来たらそれ食べないとダメですよね、うん、どうしてもやっぱり。それ何味ですか。カスタードです。カスタードですか。カスタードですね。種類的にはあれですよね、カスタードと芋とあんこと、カスタード鉄板ですね。芋も美味しそうですね。ね、幸せそうですね。どうしてここにいるのかと申しますと、はい、来たる、はい、16日花ラジ春の大宴会に向けて、うん、はい、マーケティングですね。そうですね、マーケティングですね、うんうんうん、その日の当日にもうあの今年もまいまい市場さんにご協力いただきまして、はい、販売と、はい、あとは秘密の何々がまいまいさんのご協力でありますので、はい、ぜひ楽しみにしていていただきたいなと思うんですが、はい、今日はそれのねちょっと下調べに、ね、来ましたね。はい、来ましたね。そう、そしてこう天秤焼きを食べるっていう幸せの瞬間にね、幸せの感じですね。みんなはそれを見守るだけの動画です。いやいやいや、あのね、今日ねいろいろおはがきもいっぱいまたいただきまして、はい、ありがとうございます。いろいろあの当日のイベントの質問なんかもあったんですけど、そうですね、はい、お伝えするべきなのかわからないんですけど、終了時間をちょっと問われたんですけれども、うん、あの次のイベントへの時間でちょっとさせていただきたいな、きっと午前と午後でそんなに大幅に違うことはないんじゃないかなっていうのをちょっと逆算していただけると、はいはい、ちょっとあんまりね、何分で終わりますって言って、いろいろとこちらにも事情がございます。事情がございます。はい、なのでちょっとね、あどのぐらいかなってこう楽しみ感も持ってます。そう、次の回までに3時間空くとかそんなことは絶対ない、うん、まあ打ってないですね。間、ね、ちょっとねインターバルがありますんでね、はい、でも準備ぐらいの時間をいただきますって、はい、ちょっとお買い物する時間ですね、まいまいさんの出張店でね。そうですね、まあ、今日1部と2部も同じぐらいの時間のあれになりますからね、はい、はい、楽しみというところと、そしてこう疲れ取れましたか、天秤焼き食べて。全然疲れ取れますよ。取れますか。パワーの源です。ちょっとね、今日は私、だいぶポンコツでしたね。まあちょっとだいぶこう、エネルギーをこうね、放出しようった感じが。人を選んでいる。ね、なんで。本当にポンコツでした。申し訳ない。あの、メールの受ける言葉がね、ひどい。いやいやいや、こんなことはないですけどね。でもね、メールでも来てましたもんね。あの、最近疲れが取れなくてって言って、お笑い停車堂小遣いさんが。はい、なんか疲れ取れる方法ありませんかって、ここにありました。あ、ありました。そういえばこれです。天秤焼きを食べて、甘いものを食べてね、はい、復活していただきたいと。そうなんです。あ、いいですよね。天秤焼きさん好きですからね、ガルパンね。ひたちなか市の方ですね。あ、そうですよね。お近くなのでぜひ、はいはい、毎週のようにいらしてください。はいはい、なんでまあ本当にもうあの大宴会まであっという間に近づいてきましたけども、はい、こちらも準備をね、いろいろこう整えながらやってるところです。会長、元会長、欲しいも食べてますけどね。わかりました。じゃあ最後のとメッセージをお願いします。はい、花ラジは前前市場さんと共に、花ラジ大宴会を大成功させるために準備しておりますので、皆さん来てくださる方は楽しみにしていてください。今回ちょっとね、難しいという方は次回開催できるようにぜひぜひ、あのどうだったどうだったっていうね、あの気持ちをね、はい、たくさんこちらにいただけると嬉しいです、うんうんうん、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。